今回は僕のおき碁の実践譜から弱い石を作らないというテーマでやっていきたいと思いますはい、えっと、今ここに詰められた局面で、まあ、どのようにね考えていくかなんですけど、まあ、実践の進行でまずみ見てみますとこう飛んでこうやられたんですねはい、まあ、中央にね頭を出しておけばあの、まあ、安全ということでね あのこういう打ち方されたかもしれませんけどまあでもまだ根拠がないのでまだ安定した石ではないんですねはいなのでまあどうせねこうやって打ち込むあのー、気もねなかったらまあこのようにやってねこうやって収まるのがね感銘かと思いますこの3もね、あのー、イーチャンホが打った手でえー、と味がいい手ですねこれ3三にはもうね下がって もう全然息がないので、はい、こんな感じで打っても息がありませんのでね、はい、3は味がいい手で、はいあのー、おすすめですね、まあ、こういう手でもいいんですけどねまだちょっとね後でこういう味があり,ありますのでそうですねこう跳ぶっていうのはこの、うん、まあ割り打ちですからね、うんまあ、例えばこんな感じで 今度こうやってそれでこ,うでこういう感じならあの2もねあの分かるんですけど実戦負はここにもう2件がねこう来てますんであのー、まあこう打ち,込むなら打ち込む手は相当強い手ですよね。はいまあ、そういうつもりがないんでしたら、まあ、このようにこう収まってしまうのがまあ置き碁としても。 あの完璧なね作戦かと思いますのではいそうですね、うん、こちらの方をおすすめしますね、まあ、これですとねまだ何かの時にねこうまだ目がないですからあの狙,狙われてしまいますからねはいまあそうですねこう当然こちらからね詰めるのもありますしね、うんまあ、こうなれば穏やかなんですけどまあ今回は こちらからか詰めましたんで、ねまあこの後どうするか、うん、で本当はね3弦あるんでうんこれもねちょっとあの打ちにくいっていうのは分かるんですけどただまあ大き後なんでねこのぐらい簡明に打ってもねいいかなと思いますはいじゃあこの講座は、えー、これで終わりにしたいと思いますはい失礼いたします